すごい出入り口のところに軽石がいっぱい集められています。今日はなんか沈んでちょっと浮かんでますね。昨日の夜から南西が吹いてました。南西が吹いてるってことは向こうからねこっちに向かって風が吹いてるんで、この季節にしてはすごい珍しい風向きです。で、南西が吹くと西の奥にある軽石は海に浮かんじゃうと流されて沖に出るはずなんですよね。だからもしかしたらこの川の昨日見た時はコンクリートみたいにね軽石で覆われてましたけど、今日はもうないんじゃないかなって思ってるんですけど、どうかな。ある？あ、渡れない？あ、ないね。やっぱり、大潮でもあるので全部流れちゃいましたね。流れて海に出てます。で、昨日ずっと結構濃くあった軽石も向こうの方まで結構砂が露出してるエリアが多くなって流れてますね。そこも流れてるな。雨降ってきた。水面に浮かんでますね。大潮で南西で今これから満潮、満潮なんで、南西の時に西風だったらもっとこの辺も流れたのかなとは思うんですけど、今日またお昼から北風がね強く吹くんで戻ってくる可能性はあるんですけど、とりあえずあの辺の軽石は全部海にまた流れちゃいましたね。ちょっと写真撮ります。西側にも、あ、東側だ、東側にも来てみました。南西なんでもしかしたら、東側のビーチに全部押しやられてるのかなと思ってちょっと心配になってきてみました。で、そこに東側の川があるんですけど、やっぱりこっちはまだ軽石出られてませんね。大潮なんで、あと雨がね結構すごかったんで川の流れとともにもっと軽石外に出ててもよかったんだけど、南西の風だと出られないんですね。まだいっぱいあります。でも向こうの水面には浮かんでなさそう。変なうねりが入ってます。水面にも浮かんでないんで、西端のビーチから流れ出た軽石は向こうのね、ムーンビーチとかシェラトンサンマリーナの方に流れていったと思いますね。あと午後からの強い北風、また北風になるんですけど、それでどこまで戻るかが問題です。